何？弱火？何の歯後ろ？生まれるんかな？多分いいかな。え？群馬ナンバー8だっけ？熱あるだろうに、こんなキャッチンだから。熱出ちゃうよね。高いよね。では皆さんどうしました？行ってきます。はい、皆さんがね手を振ってくれるそんな車両となります。また今日は休日ですのでね、そうしますとね、橋の上から歩く姿やまたお車の中からも手を振ってくださったりしますので、気軽にね皆さんもお返しくださいますよ。さあ、始発の水の駅丸岩、そしてこちらね道の駅安波ふるさと館の停留所からご乗車いただきまして、ただいま今揃っての出発となりました。ご覧のように大きな窓が開いておりますので、時折ねここから風が吹きますが、後ほどバスから船へと変身する車両となります。さあ本日の第3便でございます。改めまして皆様こんにちは。本日はこのような車両ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。これから皆様とご一緒させていただきます私ども日本水陸両用車協会ダックツアーのスタッフでございます。ハンドルを握りますのが安原と申しまして、後に店長にも変わるドライバーです。安全運転定評がありますので、どうぞ皆様ね周りの景色お楽しみくださいますよ。また私大学の方と申しますが、1時間ほどご一緒させていただきます。ドライバーともどもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ右の方、湖が見えておりますが、その対岸を見ますとね大きな白いカーブの道が見えます。その白いカーブの道スーッと水面まで入っておりますが、ここが変身場所なんです。この場所からバスから船へと変身していきます。水分補給などは適度にね皆さん、熱中症対策でお願いいたします。これから見ていきます八ヶダムですが、そのダム建設に伴いまして5つの地区が水没しております。そのうちの1つ河原畑地区へと入ってまいります。こちらは、今大外地としてご用意されたところなんですが、今もですねこの
河原畑にはクラインガルデンヤンバといった建物が建てられております。滞在型市民農園と申しまして、お家の前にお庭がついてます。そこで農業体験ができますよといった建物なんです。まあ、小さなお庭ですので家庭菜園ぐらいなんですが、それでも土いじりができるということで人気がございます。こういった建物はですね、全国に今やもう70カ所以上も建てられているほど人気のところとなってます。住民票移動せず滞在可能ということで、別荘感覚でご利用いただく方が増えております。その建物がこれから右前、似たような茶色の建物がねずらーっと並ぶ姿がご覧いただけます。そして右に進路を取りますので、曲がりましたらね建物の様子など左にご覧いただけるようになりますが、茶色の建物がずらーっと並んでいるのがね分かると思います。こちらが先ほど言いましたクラインガルデンヤンバです。とね、お家の前がもう畑なんですね。そこでお野菜を作ったりお花を育てたり土いじりを楽しみますよといった姿の見られるところとなります。さあ、そんなところを見ましたらね、ヤンバ大橋へと入ってまいります。ここから左の堤防、右の湖とよくご覧いただけます。まあ、船に変身しましたらこの辺りまでね足を進めてまいります。そしてこのヤンバ大橋ですが、もう一つ人気のあるところがバンジージャンプのできる場所です。それがこの左側、白い柵が突き出しておりますね。ここから湖めがけて真っ逆さま飛び込むことができますよといった場所です。さあ、そんな場所を見ましたらヤンバ大橋を越えてまいりますが、渡りきりましたところ正面に広がります地区が河原温泉地区となります。河原温泉といいますと歴史は古く800年以上です。その昔、源頼朝が浅間山へと狩りに出向いた際に発見した温泉と言われています。そんなところを見ましたら、湖のよく見える場所へとねやってまいりましたら、今通ってるこの橋がビューポイントと名の付く橋です。ここからのお写真、ポスターやカレンダーなどにも採用されるほど眺めのいいところとなります。そしてこの橋を渡り切りますと、今度右下、緑や青見えるところに大きな岩と源の家紋がご覧いただけます。そこが河原温泉の源泉となります。ちょうどこの右下、緑を生い茂る中に岩がご覧にいただけますね。またここ源泉公園となりますので、ここを過ぎますとね、少しこの辺りは硫黄の香り漂うところとなるんですが、なんとなく分かりましたでしょうかね。ちょっと薄い感じでしょう。放送所、レンタサイクル、カヌーやカヤック、サップなどのレジャーの取り扱いなどを行っているところとなります。まあ、週末になりますとね、バーベキューをしたり、またテントを張ってキャンプを楽しんだりという姿でね、随分にぎわいを見せるところとなります。さあ、そんなところからこれから右へと進路取りますが、どこに連れて行かれるんだろうと皆さんが目をキョロキョロするようなところ、こちらが秘密の入り口となります。さあ、こちらの道に入りましたらね、船に変身する場所が近づいてきますので、その前にお知らせいたしますが、皆さんの椅子の下、このようなオレンジのクッションが入ってます。こちらは救命クッションと申します。引っ張り出しますとね、こんな形をしているんですが、ここにしっかりと手を入れて抱え込んで使用します。万が一の時ですよ、万が一の時、私や船長が脱出、逃げろ、そんな声をかけましたら、この救命クッションしっかりと抱え込みまして、この大きく開けた左右の窓から湖へ脱出していただきます。まあ、今日はでもこれだけ気温が上がってますのでね、水温もかなり高くなってると思いますから、安心して進めていきたいと思います。言いますとね、青ざめるような方もいらっしゃるんですが、こちらは今まで一度も使用したことはないです。ですけど足元入ってますよという確認はね、しっかりとお願いいたします。そして船に変身しますよなんて言いますとね、北海道の事故がありましたので心配される方もいらっしゃるんですが、こちらは船のみの車両ではありません。船と、バスやトラックなどが合体した車両です。第一の構造としまして、こういった車両沈まないという構造をとってます。ですから沈むことはないんです。ただですね、船に変身してそこから急に突風が吹いたりしますと、今度はバスに変身できなくなります。ですからその時はこの湖ね、しばらく漂流させてもらいます。
漂流はそれでも沈むことはありませんよといったそんな車両になります。さあ大きな白いカーブの道へとねやってまいりました。さあ湖も近づいてまいりましたので、せっかくなんで今日はこのまま行っちゃいますか。言われる方もいらっしゃいますけど、ご覧のように今水位が避けられてますので、かなり崖となりますのでね、もう少し水面へとね近づいて変身したいと思います。さあ、この後ですがドライバーが船長へと変わりまして、そして船の汽笛2回になりましたらいよいよ出発となります。前の方ねフロントガラスはかなりお水が上がりますので、そういったところは見応えがあるかと思います。
今日はバーベキューが多いですねとかね、テントもいくつも張られてますねなんていうと会話ができますが、今は水位が下げられてますので、ご覧のようにね、遊びの基地ノアは屋根がやっとね確認いただけるかなっていうぐらいかと思います。そんなところをこれから眺めてまいります。まあ、この石積みの上などもね、大きな木が横たわったり縦になったり横になったり、いろんな格好でね木が流木、ね、見られると思いますが、こういった木は全部流木です。上流からのこの辺りからも大きな木が湖の中からニョキニョキ顔を出すようなね姿が見られています。まあ、こういったところを見ますと神秘的幻想的だなとおっしゃる方もいらっしゃいますし、またちょっと怖い異様だななんてね、子どもたちなどが言われるところとなります。その時の被害があまりにも大きかったため、またこの先このようなことが起きてはならない、なんとか少しでも食い止めることはできないだろうかと、利根川上流にダム建設の話が持ち上がっております。そして何か所か候補地が挙げられた中、最終的に白羽の矢が立ったのがこちら吾妻川です。この地に住む方々、賛成反対と長年ずっと協議が続けられてきました。そして、いよいよダム工事着工ですよということで作り始めたんですけれども、作り始めたら作り始めたで、また今度は2009年の時だったでしょうかね、民主党政権時代にはちょっと待った、ストップとダム工事が中断されてます。その時には至る所で作り始めた橋など鉄骨が錆びるような姿が見られていたんです。そして前の山場大橋などはちょうど中央の橋桁だけね作られて中断されましたので、十字架のような形で取り残され話題に上がった橋となります。ですがようやく解決しまして、こちらの八ッ場ダム20年4月から運用開始となります。ですから建設計画から数えますとね、なんと68年という長い年月をかけて作られたのがこちらの八ッ場ダムです。そしてこの地に住む方々は長年賛成反対とずっと協議が続けられてきましたので、3世代にわたってこのダム建設に翻弄されましたよということになります。そんな歴史がありますのがこちらの八ッ場ダムになります。まあ、皆さんがね一番覚えてるのはあの台風の時でしょうかね、2019年の19号台風、各地で被害を出しまして100年に一度の大雨ではないかと言われた台風です。その時はまだここは川の状態だったんです。ダムは運用前だったんですが、堤防だけは出来上がっていまして、これから少しずつお水を蓄えながら様子を見て何事もなかったら運用しましょうと言って大浅草にやってきたのがその大きな台風です。日中や24時間ずっと雨が降り続けまして、なんとここ一晩で、川の状態から一気に満水近くまで泥水が上がっております。本来でしたらね、川の状態からお水を蓄えるのであれば3ヶ月以上はかかると言われていたんです。それが一晩で溜まりまして、この貯水量は東京ドーム87個分です。本来なら全部下流に流れていってしまうところ、このダムの堤防が食い止めることができましたので、その時は首都圏を救った水がめ八ッ場ダムですとか、また間に合ってよかった八ッ場の堤防ということで随分とね話題に上がっております。またこんな綺麗なお水じゃなくてね、泥水が上がりまして、ゴミが流れ流木が流れ着いたような姿もテレビで放映されましたのでね、ご記憶に新たな方も多いかと思います。前の方には八ッ場大橋が見えてまいりましたが、この橋桁、右の橋桁、左の橋桁、通過するときには青いシールと黄色のシールが貼られたところがあります。この青いシールのところ、右の方が見やすいでしょうかね、標高583メートルとあります。これがどこかと言います、まあ、あのここまでお水が溜まるんですよって言った場所ですので、5月の間はここまでお水があったんです。そこから一つに耐えけて30メートル水を下げましたよといったところになります。またその上、黄色のシールが貼られているところ、3メートル高いです。標高586メートルとありますが、これがどこかと言いますとね、前に見えている八ッ場ダムの堤防横の部分なんです。あの横と同じ高さなので、黄色のところはダムの堤防と一緒ですよといった場所になります。
ですから黄色いところまでお水を蓄えちゃうとダムの堤防を越えてバシャバシャ下流にお水が行っちゃいますよということで、3メートル下が満水ですよと定められております。田んぼの橋毛と同じところにね、茶色の筋がずっと入ってるかと思います。さあ、そんなところを見ましたら、丹波ダムの堤防が正面にご覧いただけるようになってきました。高さ116メートル、幅 290.8 メートルの重力式コンクリートダムとなります。上の部分、天場と申しましてね、歩くことができます。またエレベーターなども運用されてますと、下からこの堤防ね、上へと見上げることができるようになってます。またおそばには資料館、建設事務所、食堂などが控えております。そしてこのダムの堤防総工費なんですが5320億円です。そのうち丹波ダム日本一ですよという設備をつけたところが、あの真ん中上に四角いコンクリートが乗りまして、その下フィルターのように黒いところが見えますね。長方形のこの黒いところ、こちらが29段連続採盆式取水洗濯設備と申します。簡単に言いますとね、この湖は釣り鉢状になってるんです。一番深いところでは水深80から90メートルです。そのお水、蓄えたまますっぽり流しますと、その日のうちに暖かいお水が流れたり、冷たいお水が流れたりします。ですから温度差があるお水がその日のうちに流れるんです。そうしますと、下流に住んでいる生態系、また農業用水にも取り込んでますので、あまりにもね、環境に良くないと言われてます。そこでこちら、29段のあの設備を取り付けておりますが、この湖のお水、あのフィルターのところ、黒いところに29段に分けて取り込みます。そしてしっかりとそこで水質検査をしまして、その日に合ったお水を選んで流すことのできる設備なんです。あの場所だけで20億円かけられております。それだけ精密機器の入っているところとなりますが、これだけ大規模な設備をつけているのは日本国内丹波ダムのみなんです。ですから環境に配慮したきめ細やかなダム、日本一ですよと言われています。そんな設備のつけました丹波ダムのね、本体堤防を正面に見ながらぐるーっと向きを変えながらね、どちら様からも確認いただけるかと思います。そしてオレンジの浮が浮いておりますが、こちらね、網がかかってまして、アガと言います。その、流木はこれ以上ね、堤防に近づかないようにといった設備になりますが、そのオレンジの浮きも左上の方ずーっと伸びてますね。あの上も見晴らし台になってます。ですから、いろんな角度から湖がご覧いただけるんですよといった場所です。また左の方ね、トンネルが見えてますが、こちらは、ダム工事のために開けられたトンネルです。車があるんですね。JR 夏場線の線路のトンネルは見えますが、この辺りに掘られたトンネルは全てダム工事のためのトンネルです。また堤防脇などにもトンネルが掘られてるんですが、岩盤強化のためのリムトンネルと申しまして、今はお酒の貯蔵などがね、行われています。ヤンバの風という名前で売り出しまして、ヤンバの知名度をね、全国的に、訴えていきましょうなんていう、そんなところからね、お酒の貯蔵などもされている場所があります。ぐるっとね、向きを変えながらダムの堤防見ていただきましたら、今度は右上のところを見ますとね、あのヤンバ大橋のところ、白い柵が突き出したところがバンジージャンプの場所です。ダムの運用前に営業されたんです。ですからその時はまだ川の状態の時でしたから、一番最初はここ106メートルの高さがあったんです。日本一に輝いたこともあるバンジージャンプです。そのバンジージャンプ106メートルの高さを一番最初にここから飛んだのが、この長野原町の町長なんです。スーツに革靴で飛びましたよということでね、それだけいろんなところに足を踏み込んでますのでね、町のことに詳しい方となりますが、今ちょうど人が立ってらっしゃいませんので、ね、配られる方いらっしゃらないかと思いますが、今は高さ45メートル、日本で6番目のバンジージャンプとなりますが、夏の水位になりましてからが営業なんです。ですから今年は7月の2日から営業が始まっております。そうしますとね、ここに人が立ちますと、これから飛ぶのが分かりますから、皆
南門ダムの堤防誰も見ないです。ずっとバンジージャンプ、船が向きを変えても繰り出せばバンジージャンプを見ています。そして飛んだ落ちたなんていうね感性が上がるんです。ただですね、一番大変なのは飛びそうで飛ばれない時、その時はこの船ね、スーッとこのように通り過ぎちゃうんです。ですから、飛ぶ姿が見られなくなっちゃいますから、その時は大変なんですよ。この船からね、早く飛べ落ちろなんていう声をね、上に見つけて皆さんが叫んでますのでね、とても賑やかなところとなります。オイルのあるところなんです。建物は今青々した木々の中なんでちょっと見づらいんですけども、露天風呂がついてましてね、露天風呂からはこの湖がよくご覧いただけます。ですから、ま、向こうから見えるんじゃ、じゃあこっちからもねよく見えるんじゃないのということで、じーっと目を凝らす方もいらっしゃるんですが、今は建物くらいもね確認いただけないかと思います。この共同浴場大湯がこの地に伝わります湯かけ祭りの舞台となっています。以前は河原湯神社で行われていたんですが、今移転に伴いまして手狭になりましたのでね、この共同浴場大湯でお祭りが行われております。まあ、約800年続くお祭りですよと言われています。温泉ですよと言われておりますが、たった一度だけ400年前にお湯が枯れてしまったことがあったそうです。その時にどうやったらお湯が湧くんだろうと話し合いをしましたら、どうもこの温泉の匂い、硫黄の匂いがゆで卵の匂いに似ていたということで、そこに発想を得まして河原湯神社に鶏を奉納しております。そしてご祈願したところ、コンコンとお湯が湧き出したということで、お湯が湧いた、お湯が湧いたと言ってお湯を掛け合ったのがこの湯かけ祭りの発祥と言われています。今でも、しっかりと受け継がれておりますが、1月20日極寒の雪の降りしきる中、早朝5時にふんどし1で集まりまして、お湯をかけ合う、お祝いだお祝いだと言ってお湯の神様に感謝する、そんなお祭りが行われるところとなります。まあ、このところ2、3年、コロナということで自粛されてるんですが、開催されますと全国から見に来る方もいらっしゃるほど大変珍しいお祭りが行われるところとなります。草津温泉の仕上げの湯ということで親しまれている河原湯温泉地区を左に見ながらね、また進めてまいります。また源泉公園の方までね戻ってまいりましたね。今日本で一番新しい車両になります。そして一番分かりやすいのはドライバーの席ですね。ハンドルも2つついてます。大きなハンドルがバスやトラックと同じハンドルとなりますが、こちら今お休みしています。右の方を見ますとね、丸い小さなハンドルがついてます。こちらがダリンと申しまして、船長さんは今このダリンをくるんくるん回しながらこの船を操縦し舵を取る、そんな姿が見られるところとなります。まあ、こういったところはね、お車と違いますので分かりやすいかなと思いますね。そしてこのご乗車になりましたこちらの車両は、私どものダップツアーの車両ではないんです。こちらは長野原町で持っている水陸両用車です。ですから私たちは委託運営させてもらってますので、ダップツアーの車両とはね形が違い、また顔なども随分違っています。ですから町でこれだけのね車両を持ってるんですよということになりますが、もうこのヤンバダムができて、ここに湖ができましたら、なんとかこの湖をね活性化することはできないだろうかと水陸両用車を選んだんですよと伺っております。ですから周りの絵が、さあそれではこちらの車両おいくらでしょう。どのくらいだと思います？5000万ぐらいじゃない？1億。びっくりした、今10億って聞こえましてええと思ったんですけどね、今までで一番高い金額が出たのは4億っていうね金額が今日出ておりますが、こちらは1億3000万です。まあ、大体ね水陸両用車って言いますと特殊車両ですので1億円ぐらいはするんですが、こちらはねデザイン料などね、他の、ところに少しかかってるかなと思います。そんなね車両となります。まあ、こちらの、車両、4月から12月まで運行させてもらってます。その後はこの水陸両用車を利用した自
自動運転へと車両が提供されるんです。まあ、研究が進められてるんですが、こういった車両でもって自動運転が可能になりましたら、瀬戸内海の方の小さな島々など今配達のままならないところに手を差し伸べられ、そしてまた、災害など起きた時には道路から川へも入ることができますので、バーベキュー場だ、救助にも向かえますよということで、そんな研究へとね車両が提供されてます。そうしますと冬場何もここ走らせるものがなくなっちゃうんです。それではあまりにね湖がもったいないということで、長野原町では冬の観光の目玉として観光遊覧船もご用意しております。今年の1月からですね3月まで走らせていたんです。まあ、冬場は雪が多いですから、あの皆さんねお越しになった方も少ないかと思いますが、水面の上ね私たちはそちらも委託運営してるんですが、私たちが声をかけますとねこのイメージがあるんでしょうね。寒いからいいですよって皆さんおっしゃられるんですが、遊覧船は窓がついています。そして暖房も効きますので、暖かくして水面の上から雪景色を見ながら堤防へ行けますよというね、そんな、船になります。私たちもね一緒に乗ってたんですけれども、そうしますとねすごく景色綺麗なんですよ。この景色を見ないでねもったいないななんて言いながらね、そんなところを通っておりましたが、まあ、1月から3月までねまたお目見えすると思います。ですから年間通して何かしらが走る湖ですよということになります。まあ、ずっとね、帰ってまいりましたが、まあ、先ほどのカーブのところまでやってきましてね、このカーブの上までお水が満水状態は溜まります。その時はあのカーブのところから私たちも入ることはできないんです。カーブですのでね入ることはできても今度水の中ですから上がることができないんです。どこに道があるか分かりませんので上がれませんから、その満水の時にはもう一つのコースになります。それが正面奥の方、赤い建物が見えていますが、あちら水の駅丸岩です。私ども水陸両用車の始発所となりますが、赤い建物の脇にスーッとね道が伸びてるのが分かると思いますが、そちらがもう一つのコースなんです。ですが5月の時は満水でしたので、その時は丸岩から入らせてもらってたんです。ですが今は水位が下げられてきましたので、6月に入ってからこちらねお引越ししまして、こちらのコースですよという出発となります。今水位が下げられてますのでね、ちょっと上がっただけでこんな低いところに、水面がご覧いただけますが、5月の時はこの石積みの上までお水が溜まっていたところになります。それだけね、水位の変化のあるダム湖となります。そして上陸しますとね、大体声をかけられますのが、このドライバーさん何の免許がいるんですかということで聞かれますが、大型の二種免許、それから小型船舶の特定という免許になります。この特定とつきますのが大型の二種と同じです。お客様をお乗せしますのでね、必要な免許ですよということになりますが、お持ちの方いらっしゃいます？いらっしゃらないですか。じゃあこれを乗った機会にせっかくだから撮ってみようかなっていう方はいらっしゃいます？慌てが上がらなかったですね。この間はね、朝の1便から5歳の男の子は、はい撮りますって言ってましたので、将来有望なんでねお待ちしてますよとお答えしましたが、そんな2種類の免許がね必要となる車両となります。そして今通っておりますこちらの道、国土交通省管轄です。ダム工事のために開けられた道路ですので、私たちもここは専門の、専用の道路ではないんです。ですから許可をいただきながら通行させてもらってます。私とダム工事のために、ね、作られた道路ですので、少しまだ撤去されないようなものがね、そのまま、置かれたりしておりますが、私どものスタッフは同行しましてゲートを開けたり閉めたりするような、そんな道となりますから、一般の車両ねここは入ることができない道なんです。で私どものスタッフの車両を見ますとね、皆様がなんで何話なのって、聞かれるんですが、私たちの会社は大阪なんです。です
から、車両はね、なにわの808、800屋橋にちなんでということなんですが、まあ、こちらで仕事してますので、なにわのやんばということでね、808を覚えていただけたらと思いますが、まあ、何年か前のコロナ全盛期の時にこちらで仕事してましたらね、誹謗中傷すごかったんです。大阪からこんな方に来てるんじゃないよ、とっとと帰れということで、ずいぶん言われてきましたので、今はダックのスタッフの車両ですよということでね、皆様に、決して石は投げないように優しい目を向けていただけるようにご案内しております。さあ、そんな道を抜けてまいりましたら、右の方には大柏木河原湯トンネルが見えております。ここもやっぱりダム工事のために開けられたトンネルなんです。当初はベルトコンベアが入ってまして、資材など運んでいたトンネルですが、今ご覧のようにね、綺麗なトンネルになりまして、隣町に行くのが便利になりましたよって言われてますが、長さ3キロあるんです。そしてそのトンネルを越えてきますとね、こちら側止まれなんです。トンネルを越えて抜けてすぐに一時停止ってなかなかないんですね。ですから勘違いされまして、そのトンネルを抜けたままスーッとこちらにやってくる車が去年多かったんです。ですから横の通りとぶつかりっこしまして、去年は重大事故多く発生していたところです。今はこの黄色パイロンを置きましてね、まあ、気をつけてくださいということで促しておりますので、多少減ってはおりますが、それでもこの黄色いパイロンもね、日々減ってってますので、やっぱりまだ事故がね多いところかなと思います。だいたいこの右前のところね、あの砂利のところにはパトカーが午前か午後のどちらかでついてまして、一時不停止を見たり速度などをね、見ております。それでもここにパトカーがついても、長野原町切ってのここ検挙率ナンバーワンのところです。ですから皆さんはね、通行の時にはこの場所はくれぐれもお気をつけいただきたいところとなります。さあ、不動橋へとね進めてまいりますが、左のお山が終わりましたところ、不動堂があり、その裏手を不動の滝が流れております。少し首を傾けますと、左後ろのね、その水の流れがご覧いただけます。この辺りからどうでしょうね、滝の様子が見られます。そして高さ86メートルありますので、風当たりが非常に強くなります。丸岩の赤い建物と、そして丸岩のお山がこちらから確認いただけます。この枯れたところまでね、全方水が満水の時には上がりますので、そうすると湖の延長のようにご覧いただけるところとなります。また左下見ますとね、白い鉄板のようなところ、公園の滑り台となります。またその隣、青と黄色の建物が見られますが、ここも滑り台なんです。でも角度見てください、なんと約90度直角です。ここはフリーフォールと名の付く落ちる滑り台です。高さも結構な高さがありますので、小さいお子さん上に上がったっきりね、滑ることができなかったって言います。そして白い方にやってくるんですが、白い方もお尻を固定するところがないんです。ですからちゃんと滑りますよって気持ちを持たない限りは、えらい格好で下まで落っこちゃうんでね、それはそれで怖い滑り台ですよと言われております。さあ、それでは道の駅あんばふるさと館へと戻ってまいりました。丸岩の方は丸岩まで送らせていただきますので、そのままご乗車お願いします。道の駅の方、こちらで終了となりますが、その前にここ出発するとき覚えてます？せーので船が出るぞーと声をかけました。ということは、ここはせーのの後、船が着いたぞーになりますので、皆さんご一緒にお願いいたします。いきますよ、せーの。はい、お帰りの際ね、こちらからご乗車の方、こちらまでとなります。また救命胴衣などお持ちの方は前の方までお願いします。ありがとうございました。最後まで気をつけてください。はい、ありがとうございました。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 Thank you.